こんにちは。新州読書会の宮沢です。戦争と映画の解説の続きをしていきます。メンバーシップ490円以上でフランス革命の解説音声を公開しております。フランス革命がわかると19世紀のヨーロッパ文学についてよく理解できますんで、よかったら登録してください。エピローグ第1編の9章です。岩波文庫版の303ページ。 1820年12月5日、冬の聖ニコライ祭の前日だった。この年、ナターシャは子供と一緒に、秋の初めから兄の家の客となっていた。まあ、ルイスイエゴールイに、ナターシャ、子供を連れて行ったんですね。まあ、ルイスイエゴールイが今もう実家ですね。白尺、ロストフ・白クジャク夫人も一緒に暮らしてますんで。 えー、ピエールは彼の言葉を借りると特別の用事で3週間の予定で出かけたペテルブルグにおり、そこでもう足掛け7週間を過ごしていた。彼の到着は今か今かと待たれていた。12月5日にはベズーホフ一家の他にロストフ家にもう一人、ニコライの旧友、退役将軍ワシーリー・デニーソフが逆に来ていた。デニーソフは将軍になってたんですね。将軍まで出世して退役したってことですね。ということです。で、 ええー、旧、ま、知、あの、まあ、家族と友達を呼んで、えー、聖ニコライ祭。というのを、まあ、ニコライの名前にかかってる。まあ、一緒に過ごすということだったんですね。えー、ということになります。で、ここで書かれてるのは、ニコライとマリア夫婦。で、次の章では、第10章では、ピエールとナターシャ夫婦の、 夫婦関係について書かれてます。まあ、話の筋には、話としてはもうエピローグなんで、前回で終わってんですね。なんですけど、その後の夫婦の精神的な交流が描かれています。えー、で聖、聖ニコライ祭の前日で、まあ、ロストフ・ニコライはですね、忙しく働いてたんですが機嫌が悪いんですね。 で20人集まって、そこにはですね、えー、ロストファクシャ夫人、一緒に同居しているベロフ夫人という新しい人物があります。えー、そしてマリアと、ニコライとマリアの間にいる3人の子供、えー、あと、ニコレンカですね。アンドレイの息子、アンドレイと、えー、リーザの息子。それと、あとはソーニャ、デニーソフ、ナターシャ、 ナターシャの三人の子供と家庭教師。あとは類推合類で寄せを送っている。ボルコンスキー老公爵が雇ってた建築士ミハイル。ミハイル爺さん。で、まあ食事会を行うということになったんですけども、えー、マリアはニゴライの機嫌が悪いっていうのを見て取りまして、その機嫌の悪さについて書いてあります。えー、304ページですね。真ん中辺。 マリアはテーブルの反対側の端に座っていた。夫が自分の席に座った途端、ナプキンを取って自分の前にあったコップとグラスをせかせかと動かした。その動作でマリアは夫の機嫌が良くないのを見極めた。これは彼に時々あることにスープの前にしかも畑仕事からまっすぐ食事に戻ってきた時時時折あることだった。マリアはこの夫の気分をよくよく知っており、自分自身が気分のいい 気分のいい時には夫がスープを食べ終わるのをじっと待って、それからやっと夫と話し始め、わけもなく腹を立てたのを夫に認めさせるのだった。しかし、今日、彼女はこの自分独特の性感をすっかり忘れてしまった。彼女は夫がわけもなく自分に腹を立てているのが辛くなり、自分を不幸に感じた。彼女は、夫にどこへ行っていたのかですかと尋ねた。彼は答えた。彼女は、さらに脳中の方は、 農業ですね。農業の方が順調ですかと尋ねた。彼は妻の不自然な口調に嫌な顔をして前をしかめ、せかせかと答えた。やっぱり私の思った通りだ、マリアは思った。一体どうして私に怒っているのかしら。夫が自分に答えた口調は、マリアが、は自分に対する悪意と話をさっさと切り上げようとする気持ちを感じた。まあ話しかけたらせっすぐ話を切り上げたんで、まあ悪意っていうか、 怒ってんのは分かった。自分に対してね。えー、彼女は自分の言葉は不自然なこととは感じていたが、まだいくつか質問せずに収まらなかった。食卓の会話でニーソフのおかげでやがてみんなに共通の活気にあるものになり、マリアと夫は口をきかなかった。みんな食卓を離れ、老白者夫人にお礼を言いに来たとき、まあ、ロストフ老白者夫人ですね。まあ、ちょっともう認知症みたいになって <laughs>、この後出てきますけど、ちょっともう認知症みたいな感じになってきてるんですけども。 えー、マリアは自分の手を差し出しながら夫にキスをして、どうして私に腹を立てているのかと尋ねた。君はいつもようなことを考えるねに怒るなんて考えたこともない。彼は言った怒ってないと言いながら怒ってる。しかし、いつもという言葉が,がマリアにこう答えていた。そうだ怒ってるし言いたくもない。ニコライは妻とマリアですね、と、とてもむつまじく暮らしていて、二人の不安を嫉妬の気持ちで望んでいたソーネや老白者夫人でさえ非難するきっかけが見つからない方だった。 しかし、その二人の間に憎み合う時はあった。時折この上もなく幸せな時の後に、えー、限って二人は不意に親しめない憎み合う気持ちに襲われるのだった。その気持ちはマリアの妊娠の時期に特に頻繁に現れた。今、彼女はその時期に当たっていた。まあ、マリアは妊娠していて、まあ、ニコライがそういう時期に限ってマリアに対して、何か怒りをぶつけることがある。えー、さて皆さん、ニコライは大きな声でよきそに言った。 それは私を苛立たせるためにわざとやってるのだとマリアは感じた。僕は6時から起きてます。明日は骨が折れますから、今日はこれから一休みし,しに行きます。そしてそれ以上マリアには何も言わず、彼は小さな休息室に行け、ソファーに横になった。まあ、まだみんなご飯食べて、ご飯食べ終わった後、段々してんだけども、ちょっともう疲れたんでお酒にドローンしますっていう感じで行ったら、まあマリアがね、えー ムッとしたんですね。いつ会ってこうなのよ、マリアは思った。みんなと口を聞いて、私とだけは聞かない。わかってるわかってるわ。あの人は、私が嫌なのよ。特にこんな体の時は、妊娠してる時はね、なんか、私に憎しみをぶつけてくると。えー、彼女は自分の盛り上がったお腹を見、黄色く青白く痩せこけて、いつにも増して目の大きくなった自分の顔を鏡に映してみた。 それと何もかも彼女は嫌になった。デニー・ソフの怒鳴るような声とは高笑いもナターシャのおしゃべりも特にソーニャがさっと彼女に投げた視線も。ソーニャはいつでもマリアが自分の苛立ちの口実に選ぶ最初のものだった。<laughs> もうなんかあるとソーニャのせいにしてしまうぞ。最初にソーニャに憎しみを、苛立ちの口実を見つける。もう、ソーニャの視線がもう腹が立つ。なんか夫婦の間に何かあんだと。 感髄ってなんか視線を投げるのだけで向かっとくるんですよこれね。えー、で、お客と一緒にしばらく座っていて、みんなの話していることが何一つわからないまま、彼女はこっそり部屋を出て、子供の部屋に向かったということです。えー、で、子供部屋で子供たちが3人いるんですけど、遊んでたんですね、なんか。お馬さんごっこしてたんですけども、えー、ちょっとマリアもしかしたらニコライが休息室で起きてるかもしれないんで、ということで、 話し合いに行こうと、なんで怒ってんのえー、そしたらですね、ソーナが、マリアさん、あの方は眠っていらっしゃると思うがとても疲れていらっしゃるのよ。ってソーニャが言ったんですね。えー。で、そんなことソーニャ。で、あとね、自分の後ろにアンドリューシャが、つま先立ちで歩きながら、くっついてきてたんですね。それにソーニャは気づいてたんで。まあ、起こすとね、起こされるとニゴライはね、怒るんですよ。 昼寝してる時で、マリアは振り返って自分の後ろにアンドリューシャを見つけ、ソーニャの言う通りだと感じた。そしてだからこそさっと赤くなり乱暴な言葉を見るからにやってこられてきた。ソーニャにまた向かってきたんですね。ソーニャに忠告されてカチンと来た。彼女は何も言わずソーニャの言う通りにしないため、アンドリューシャがうるさくしないように、それでもやはり自分の後についてくるように手で合図して、ドアのそばに歩み寄った。ソーニャは別のドアに入っていった。 ニコライの眠ってる部屋からはごく些細なニュアンスまで彼妻には馴染み深いなだらかな息遣いが増えてきた。あのじゃあその息を聞きながら、自分の目の前に、夫の滑らかな美しい額、口、ひげ、彼が眠っている時何度となく夜の静けさの中で長いこと眺めた顔全体を見ていた。それとその瞬間、アンドリューシャがドアの影から叫んだ。パパ、ママがそこに立ってるよ。マリア驚いて青くなり、息子に合図し始めた。息子は黙った。そしてしばらくマリアには、 驚しい沈黙が続いた。ニコライは起こされるのがひどく嫌いなことを彼女は知っていた。上にドアの向こうで今までと違ううめくような声と身動きの声、音が聞こえ、うまそうなニコライの声がいた。ちょ、ちっとも休ませてくれ、マリア、君かい。なんでこの子をここに連れてきたんだ私ちょっと覗きに来ただけ。私見えなかったのごめんなさい。ニコライは咳払いをして黙ってしまった。マリアはドアから離れ、息子を子供部屋に連れて行った。 5分ほどして、父がお気に入りの目の黒い3歳のナタ小さいナターシャがおい、3兄弟なんですね。一番上がアンドリュー。一番下が3歳のナターシャってことなんですね。おばさんのナターシャと同じ名前なんですけどもえ。ニゴライの妹ですね。で、兄が、兄からパパが小さい休息室で寝て、眠っていると聞いて、母親に見つからず父のところへ走っていた。えー で、黒い目の少女は大胆にドアをきしませ、ガニ股の足を元気を動かしてソファに近づき、自分の方に背中を向けて眠っている父親の姿勢を見極め、つま先立ちになって頭の下に置かれている父の手にキスした。ニコライは嬉しくてたまらないような微笑みを顔に浮かべて振り返った。ナターシャ、ナターシャ、ドアの向こうからびっくりしたマリアのひそめた声が聞こえた。パパは眠たいのよ。違うよパ、ママ、パパは眠くなんかないよ。言い聞かせるように小さいナターシャが答えた。パパ笑っているもん。 ニコライは足を下ろして立ち上がって娘を抱き上げた。入れよ、マリア。あれは妻に言った。マリアは部屋に入って夫のそばに腰を下ろした。えー、ということですね。えー、で、えー、二人で話し合うんですね。えー、三百十ページ。わからないな。僕が機嫌が悪いってどうして君が思ってるのか。ニコライは妻の心にあると知っていた問いに答えながら言った。あなたには想像もつかないでしょ、あなたがあんな風だと私はどんなに不幸で寂しいか。私は思ってしまうの何もかも。 マリア、もういいよ、そんなバ,バカなことさ。よくもう恥ずかしくないね。彼は明るく言った。私は思ってしまうのは、あなたが私を愛してくれるはずはない。私はこんなに不器量で、普段でもそうなのに、今はこんな状態。まあ妊娠してる。えー、おかしな人はね、綺麗だから好きじゃなくて、好きだから綺麗って言うだろう。綺麗だから好きだなんていうのは、マルビーナだとか怪しげな女だけさ。女房となると僕が愛しているのかな。愛してるんじゃなくて、ただなんて説明したらいいかわからない。 君がいなかったり、こんな風にちょっと行き違うと、僕はまるで何もかもダメになったような気がして何もできないんだ。ねなんで僕が自分の指を愛する愛してはいないさ。でも試しに切ってみたら。いいえ、私はそういうんじゃないの。でもわかれば。じゃあ、あなたは私のこと怒ってないの,のね。ものすごく怒ってるよ。彼は笑いながら言うと、立ち上がって髪を直し、部屋を歩き始めた。わかるかい、マリア。僕が何を考えていたのか。彼は言い出した。仲直りができた今、たちまち妻の前で声に出して考え始めたのだ。 彼は妻に聞く気があるかどうか尋ねようともしなかった。彼にはどっちでもいいことだった。考えが自分の頭に浮かんだ。どうすれば妻もそうなのだ。そこで彼は春までずっとこの家にいるようにピエールを説得するという自分の考えを妻に話した。マリアは夫の話をしまいまで聞き気味を言って今度は自分の考えを口に出して考え始めた。彼女の考えは子供たちのことだった。もう今から女性が現れてるのね。彼女はナターシャを指さしながらフランス語で言った。まあナターシャに理解できないようにフランス語で喋ったんですね。 男の人たちは私たち女を論理的じゃないって非難するでしょ。このほら、この子だって、私たち女の論理を。私がパパが眠たいのよって言うと、この子は違うパパは笑ってるもんって言う。そしてこの子の言う通りなの。マリアは幸福そうに微笑みながら言った。そう,そうだ、そうだ、そう言うと、ニゴライはたくましい手で、娘を抱え高く持ち上げると、左右の足を掴んで肩に乗せ、そのまま部屋を歩き始めた。 父も娘と同じように意味もなく幸せな顔をしていた。ねえ、あなた、不幸かもしれないわね。この子をか愛いがりすぎるわ。声を潜めてフランス語でマリアが言った。うん。だけど、どうしようもないだろう。僕は表に出さないようにしてるんだ。そ <laughs> の時、玄関と玄関の間に人が来たようなドアの滑車と音と足音が聞こえた。誰が来たで、ね、きっとピエールさんよ言って確かめるわ。マリアがいない間、ニコライは少し雨を外して、娘を担いで部屋をぐるぐる全速力で走り回った。ということです。 ええー、まあ一番下の子すごい可愛がってるんですね。まああとなんか夫婦の中のわだかまりがまあ話し合ってどけたんですね。ええー、まあなんだろう夫婦生活を描きたかったんですかね、これはね。<laughs> このシーンが何のためにあるか私はよくわからなかったんですけど。ええー、まあこの後ね、ピエールと、まああの、ナッターシャの夫婦関係が第10章に描かれるんですけど、それ,それとも対比で描いたんですよね。 えー、娘を担いで部屋をぐるぐる全走ぐる,ぐるで走り回った。息を弾まして彼は声を立てて笑っている娘を素早く放り上げるように下ろし胸に抱きしめた。飛び跳ねたことが彼にダンスを思い起こさせた。そして彼は子供らしい丸い幸せそうな小さな顔を見ながら自分が年を取ってこの子を世間に連れ出せるようになって死んだ父が娘、ナターしいですね。とよくダニーロ・クーポルを踊ったように娘と一緒に祀るかをやる頃にはこの子はどんなになっているだろうかと考えた。 えー、やっぱりあの人よニコライしばらくしてマリアが部屋に戻ってきながら言ったこれでナターシャが生き返った見物だわあの人の喜びをと遅れたと言って立松ピエールさんがお,お目玉をくくった様子さあ行きましょう早く行きましょうさあもうそれぐらいでお別れしなさい彼女は父にくっついてる娘を見ながら微笑していったニコライは娘の手を引いて出て行ったマリアは休息室に残った絶対絶対に信じられなかったんじゃないかしら彼女は一人ひそかに滑れたこんなに幸せになれるなんて 彼女の顔には微笑みが溢れた。だが、それと同時に彼女はため息をつき、静かな悲しみがその深みにある、眼差しが、あ、静かな悲しみがその深みのある眼差しに現れた。まるで彼女が味わっている幸福以外にこの世の人生では得られない別の幸福があるかのようだった。それを彼女はふとこの瞬間に思い起こしたんだ。 家族団らしててね、夫と,とも仲直れして幸せを感じたんですけども、その瞬間にこの世では得られない別の幸福をふと思い出したように、悲しみの眼差しを、眼差しが現れたということです。まあ、性格描写なんて言うんだろう。まあ、余韻のある文章。マリアが。 マリアは幸せになったんですけどね。もともとは自己犠牲に生きてる人なんですけども。えー。なんていうんだろう。どういうことなんですかね、これ。まあ、この世でこの人生ではやられない別の幸福のことをなぜ思い出したのか。マリア,のマリアはすごい信心深い。 クリスチャンなんですけども、ロシア正教徒なんですけども、まあ、それと関係してんでしょうね。で、第10章です。ナターシャは1813年の早春に結婚して、1820年,、ね、年にはもう3人の娘と1人の男の子がいた。男の子は彼女をとてもの男の子は彼女はとても欲しがっていたし、今では自分で父をやっていた。彼女は2人、横幅が大きくなってしまったので、このたくましい母親が昔は細い敏少なナターシャだったと見て取るのは難しいほどだった。 彼女の目鼻立ちははっきりして落ち着いた柔らかいすっきりした表情になっていた。その顔には以前のようにあの絶え間なく燃える彼女の魅力だった正規の炎はなかった。今では大抵その顔と体が見えるだけで魂は全く見えなかった。見えるのはただたくましく美しい多酸なメスだけだった。今では彼女の中で昔の火が燃え上がることはごく稀だった。それはただ今のように夫が帰ってきた時や子供の病気が治った時や彼女がマリアとアンドレイのことを思い起こす時や 過去、ナターシャはその思い出に夫が嫉妬するだろうと思って一度もアンドレイのことを夫とは話さなかった。それに、ごく稀に何かの機会に偶然結婚後へとすっかり辞めてしまった歌を歌うようなことになった時、その火が燃え上がるだけだった。そして、彼女の成熟した美しい肉体の中で昔の火が燃え上がる珍しい瞬間には、えー、彼女は以前よりももっと魅力的になるのだったということです。まあ、完全にお母さんになってしまいまして、 昔のコ,コケティッシュなナターシャのイギイギとしたアンドレイもナターシャに最初にナターシャがなんか窓辺でソーニャと喋ってるのを聞いた時好きになったんですけども別の部屋からねずっと右行してあのイギイギした感じはもう一切なくなって魂の炎がなくなりましてお母さんになっちゃったち <laughs> ですねでたまに歌を歌う時にその昔の情熱みたいなのも あの、気がつくんですけども。まあ、今ではすっかり太っちゃったと。結婚以来、ナターシャは夫と一緒にモスクワ、ペテルベルグ、モスクワ郊外の村、それに母のそば、つまりニゴライの家で暮らしていた。で、まあ、ほぼ社交界にも出なくて、えー、もう家族のためのに献身してると。えー、で、百1 5ページ。 4行目。結婚前のナターシャを知っていた者はみんな彼女の中に生じた変化を何か異常なもののように驚いた。ただ、老白者愚人、ロストフ老白者愚人だけはナターシャの衝動が、オトラー殿恵で冗談のように、むしろ本気のように叫んだように、冗談というよりむしろ本気で叫んだように、もとまた家庭を持ちたい、夫を持ちたいという欲求に過ぎないことを母親の直感で理解していた。母親はナターシャを理解し,していない人たちが驚くのに驚いていた。 そして自分はナターシャが模範的な妻と母になることを前からずっと知っていたと繰り返し言っていた。あの子はただご主人や子供を極端にま,なまでに愛していて、伯爵不自和義うとだった。バカバカしいほどだわ。ナターシャは頭のいい人たち、特にフランス人たちが問いている。娘は結婚してもたるんではいけない。おしゃれをやめてはいけない。娘の時以上に外見に気を使わなければならない。昔夫でない時に魅力を感じさせたのと同じように夫に魅力を感じさせなければならないという起きに従わなかった。 なターシャは逆にすぐに自分の魅力をすべて投げ捨ててしまったということです。まあ、今、なんか人を誘惑するようなね、そういう部分をもうすっかり結婚したら、もうフランス人がやるように結婚してからますます綺麗になるということはなく、か家庭に、夫と子供に献身してで、周りの人たちはそんなふうになると思わなかったんだけども、まあ、ロストフ・アクジャグ夫人はそうなるということは直感で分かってたと。 えーで、316ページですね。えー、彼女は昔、本能が自分に使うことを教えていた魅力は、今では夫の目,の目にはホッケーなだけだろうと感じた。彼女は最初の瞬間から夫にすっかり、つまり全身全霊を上げて打ち込み、どんな片隅でさえ夫に見せずに残しているところはなかったのだ。彼女は自分と夫の結びつきや、彼を自分に引きつけたあのロマンチックな感情によって支えられているのではなく、 何か他のはっきりとはしないが、自分自身の魂と肉体の結びつきのように強固なもので支えられているのだと感じていった。ということです。だから、まおしゃれにも気を遣わなかった。もっと深いところで、夫婦が結ばれていると、なたしは思ってたんですね。えー、で、317ページですね。えー、 よく知られているように人間はどんなつまらぬものに見えようと一つの対象にすっかり没頭する能力を持っている。そしてよく知られているようにそれに向けて注意を集中すれば無限に大きくならないようなつまらぬ対象などないのだ。ナターシャがすっかり没頭した対象は家族だった。つまり離れずに自分の家のものであるようにしておかなければならない夫と身ごもり産み、父をやり、育ててやらなければならない子供たちだった。そして彼女は 頭ではなく全身全霊で全存在を挙げて自分を捉えている対象に入り込んでいけばいくほどはますますその対象が彼女の注目のもとで大きくなり自分の力がますます弱く取るに足らないものに思えてくるので彼女は全力で同じ1つのことに集中してもそれでもまだ必要と思えることは全てやりこなす暇がないのだったということです。彼、まあ、彼女が彼女がの 興味の対象っていうのはもう家族、自分の家族、夫と家族だけになっちゃったんですね。ということです。で、え、三、ー、で、319ページ <laughs>、えー。後ろから1行名。ナターシャはすっかりたるんでしまって、彼女の服装、髪形、トンチンカの言葉、や気持ち、彼女がソうニャや女の住み込み、家庭教師は美人だろうが不美人だろうがあ,らありとあらゆる女性にやき持ちを焼いた。 いつも身近な者たちみんなの冗談の種になるほだった。まあ、ナターシャはなんか、とんちんかんなこと言ったりして、まあ、忙しいお母さんになっちゃってね、みんな、うん、冗談の種になった。ピエールは女房に尻を敷かれているというのは、大方の意見で実際その通りだった。結婚した最初の数日からナターシャは自分の要求をはっきりと言った。ピエールは自分の生活の一分一分が妻と家庭のものなのだという、彼にとって全たたく新しい、 妻の考え方にひどく驚いたピエールは自分の妻の要求,要求に驚いたがそれに惹かれそれに従った、えー、尻に敷かれたピエールのありさまは他の女を追いかけ回すどころか笑顔で話すこともできずクラブや食事にただなんとなく時間を潰すために行くことができず気まぐれに金を使うことができず仕事以外は仕事の中には妻が全然わからないのにとても重要視していた学問的な研究も含まれていた 長い期間旅行に出かけることはできないといったものだったその代わりピエールは自分の家では自分自身ばかりでなく家族全体を自分の思うようにすることができたターシャは家では自分を夫の奴隷のようにしていたそしてピエールが仕事をしている時自分の所在で読んだり書いたりしている時は家中が忍び足で歩いたピエールが特に何かが好きだという様子を見せさえすればいつでも彼の好きなことがその通りにしてもらえた 彼女が、彼が希望を口に出してやるナターシャは飛び上がるのばかりに走ってその希望を果たしにくくなった。まあ尻には敷かれてたけども、ナターシャはもう夫にの奴隷のように家の中では献身してたってことです。そんな風になっちゃった。そんな風に変わってったってことですね。<laughs> えー、ということです。で、教育方針ですね。こんなる家中が夫の命令と思われるもの、つまりナターシャが察しようと詰めているピエールの希望で動かされていた。 生活の携帯、場所、交際、経緯、ナターシャの仕事、子供たちの教育、すべてがピエールの意思の表れに従って行われたばかりでなく、ナターシャは雑談の中で口に出されたピエールの考えから生じるものを察しようと努めていた。そして彼女はピエールの希望の確信がどこにあるか正しく察し、一旦それを察してしまうと、今度は一旦選んだものに固執した。ピエールが自分の希望に背こうとすると、 えー、彼女はピエール自身の武器で彼に反対して戦うのだった。例えば、ピエールは一生忘れられない苦しい時期につまり最初の虚弱な子のお産の後、三人もウバを変えなければならず、ナターシャが絶望して病気になってしまった時、ナターシャに向かってピエールはある日、ウバは不自然で有害だという自分が全く同感しているルソーの考えを伝えた。次の子が生まれると、母、医者、それに夫自身までがその当時聞いたこともない有害なこととして、ナターシャが母乳を飲ませることに反対したのに、 彼女は自分の言い分を通して、その時以来全部の子に自分で父を飲ませた。ルソーは母乳で育てろって言った言葉にピエールは共感してたんですけども、それをさらにナターシャに伝えたってたんですけども、で、ナターシャもその通りだと思った。だけどピエールはそのルソーの母乳で育てるべしという話を忘れちゃったんですね。でこの当時、母乳で育てることは有害だと思われてた。乳母を雇うのは当たり前だと、貴族だと。 だけど、ナターシャは自分の母乳で、えー、全部の子を育てた。これはどういうことか。ピエールが教えてくれたものを、ピエールが忘れた後も、ナターシャは覚えていって、それを実行するようになったってことですね。そういう精神的なつながりがあったで。続きです。しょっちゅうイライラしてる時夫婦は長いこと口論することがあったが、その口論の後で、ピエールは妻のことばかりが好意の中まで、妻が反対していた自分の考えが現れているのを見出して、嬉しく思い驚くなった。 最初、妻に説得して植え付けた考えがですね、自分が忘れた後も妻が持ってて、それが些細な頃の時に自分にぶつけられてきてびっくりしたってことですね。しかも自分と同じ考えを見出すだけでなく、無気になったり言い争ったために、ピエールの考えの言い表し方にあった余計なものが全て削ぎ落とされた形になっている。自分の考えを見出すのだった。結婚が7年経って、ピエールは自分は悪い人間でないということを嬉しく確信するようになった。 そして、それは自分自身の繁栄を妻の中に見ているからなのだと感じた。自分自身の中では良いものと悪いものが全て混じり合い、お互いに消し合っているのを感じていた。しかし、妻には本当に良いものだけを映し出されていた。十分に良いとは言えない全てが振り捨てられてしまっていた。しかも、その繁栄は論理的な施策によってでなく、別の不可思議な直感的な反映によるものだったってことですね。まあ、以前、これ226ページで、 パラ,ラトンカラタイフの話をナターシャが一生懸命聞いてるシーンがありました。226ページ。えー、これもう一回読みますけども。イ <laughs> エルは自分の数奇な体験を今まで一度も誰にも話したことのないような形で自分自身、今まで一度も思い出したことのないような形で話していた。彼は自分が体験してあらゆることを今新しい意味を見出したかのようだった。今彼に まあ、こういうことをすべてナターャに話しながら、めったにない頭争を感じていた。それは、女性が男の話を聞いているときに与えてくれるものだった。それは、話を聞きながら、自分の頭を豊かにするために、そして何か時に、それを自分の言葉で話すために人の話を覚えようとしたり、あるいは人の話を自分流に作り変えて、自分のしっぽけな知性の営みの中でこしらい上げた、気の利いた話をなるべく早く人に伝えようと努める賢い女のものではない。 それは男の発揮したものの中にある最も良いものを残らず選び出し吸収する能力に選ばれた真の女性の与える糖水だった。これはネタ振りになってるんですね。ナターシャはピ,ピエールの一番良い,いものを全て吸収した上にピエールの中ではそれは良いものと悪いもので相殺されて <laughs> 追証別してたんですけどもピエールの中の良い,いものが純粋な形でナターシャの中に直感的に吸収されて残ってるのを ピエールがナターシャと口論したりするとき、見つけることがあったと。それによってピエールは自分が悪い人間だと思わなくなったってことですね。自分の意見の純粋な部分はナターシャが全部吸収して、純粋なままナターシャの中に温存させる力があるっていうことに気づいたんですね。で、自分の一番いい部分が妻に鏡のように反映して、純粋な形で、また羽が入ってくると。反映してくるっていう。 それも論理的な施策じゃなく直感的に、えー、反映してくるってことに驚いたということが書いてあります、えー、こんな夫婦がいるのだろうかと私は結婚してないんでわかりませんけども,もう所詮人間他人だから理解することはできないのではないかと思っておりますがピエールは自分の一番いい部分を妻の中に見いだすっていう幸せを感じたってことですね で、そのためにナターシャはもう家族と夫への献身という形で生きてて、別に社交界にも行かない。身を飾ることもなくなった。えー、という夫婦関係をトルストイ描いてますけども。まあ、このナターシャはトルストイの奥さんのソフィアがモデルらしいんですけども、これを描いた当時はこうだったんでしょうね。夫婦の仲が一番良かった時にこの戦争と平和が書かれていたんですね。その後は、 奥さんと気まずくなって家から家出して死んだんですけどね、トルストイは <laughs>。それを考えるとこれ <laughs>。後で読んだ時どう思ったのかどうかわからないんですけども <laughs>。自分の中の一番いいものが奥さんの中にあると信じられなくなってから家出をしたのではないかという。あまあ、トルストイのね、家出論争ってなたんですね。あの、まアクシ悪将と小林医療がやった。で、 またもね、白紙はなんだ、奥さんから逃げたんだっていう話だったんですよね。理想上の問題じゃないんじゃないかとか、小林では理想上の問題で家出したんじゃねえのかみたいな、確かそんなような話だったんですけども。えー、これを読めば、なんて言うんですかね。この時は奥さんと相思相愛でね、ストレスへの一番いいものがソフィアさんの中に現れてたのかもしれないですけども、その後はそうじゃ、どうやらそうじゃなくなったんじゃねえのかっていうね、 えー、疑惑がありますけども。という、の、のの話を考えると、この描写は一体、この時はトルストはこうだったけども、その後の夫婦関係ってのはもっとなんか、なん、殺伐としたものだったのではないかと疑惑がね、私はちょっと感じてしまったんですけどまあ、ちょっと他の資料とかに当たればね、そんなこともないのかもしれないですけども、 えー、ここだけ読むとすごい、ああ、そうなんだ、そういう夫婦もいるんだと。夫のいいものを吸収して、純粋な形で妻から帰ってくるってことが、そんなことがあり得るのだろうかと思うんですけども。まあ、その描写として言えばね、ああ、なるほど、なんか深い洞察のもとに書かれてんなと。理想の夫婦の一つの形態なのかもしれないと思いますけども、 その後のトルストの家出事件を考えると、これは、どういうことなんだろうって、思ってしまいますね。それよりなんかその、こんな幸せのほかに別の幸福があるんじゃないかと思って、静かな悲しみが溢れてきたマリアの方が、なんか <laughs>、その後のトルストに近いっていうか、感じが、ちょっと私はしてしまいました。ということでした。 えー、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。